旦始まりました恒例月のサンキューチャレンジ。いいの私で33,333玉。33333か、はい、ディゼロ、はい、鬼がかりバージョン。わかんない機種、そう、すぐ当たる説。わかる。サンキュー精神が足りないのかな、私の心に。あ、そうかもよ。いやでもこれで今日見せ場なかったらいよいよよ、ほんと。うん、あの何、マッチングアプリにあれしてまでとも思ってないのはないのよ。まあ今流行ってる。あ、すいませんね、ちょっと待っ、えへ、ー、よ全部そっちに流れてる。どういうこと。終わった、終了です。はい、もういいな、ポキューン。いきました。はい、3枚目入りました。私も3枚目入ってる。おい、あ、でも最初に打ってただよ、両方当たってる。なんだってなんだって。最初に我らが打ってただよ。うん、両方とも当たってます。えなられたえなっていうほどはハマってないけど。いや本当に、あ、次はもう早く右打ちやりたいね。うん、うん、あ、そこ今日乗りか。うん、今んとこ乗ってる意味ない。そうだね乗りとは確かにみんな乗ってるよね。みんな乗ってるだよね、うん、見てる限りゆずきが調子いいからめちゃくちゃあれじゃない。乗ってなみんなゆずきが助けてるよねあーなるほどね、うん、見てる限りね今んとこ、うん、そう見えてる。私はなんだろう、ゲストの方のために頑張ろうっていうやる気をいただいてるから、うん、それに対する対価だよね。多いゲスト、多い、ここにもゲストが対価だよね。まさに言おうと思ってた。なんだ、やっとゲストっぽいくなったなと思って、まず、うん、はいはい、やっとけ、はい、はいはい、ごめんね、はしょりすぎた、はい、あれ、おかしい、返しがおかしい、はい、あれ、電波大丈夫、はい、はいはい、テステ、聞こえてます、はい、つながって、井上です、はい、お世話になっておりますお世話になっております。はい、どうもどうもどうも、はい、お願いします。やっとゲストっぽくなったなと思って。なんつーの、どういったところがでしょうか、申し訳ございませんけども最初、はい、ゲストってなんだっていうぐらい連発してたじゃそんなこともありましたね。そんなこともあったじゃん、はい、またお前かと。むしろあの初回決まった時点で先、うん、あと2回の出演も決まってったっていうオチだったじゃん。はい、はい、で、まあ途中でいろいろな方に来ていただいて、はい、で、まあ言って久々じゃん、うん、あ、やっと、あ、ゲストっぽいこのなんつーの期間になったんだ。なるほどね、うん、そうだからもはやゆずきの中で私ゲストだけどなんか心的にはゲスト扱いされてねえなっていうさ。そうだ ね、だからあれか、おもてなしされないのか。そうなんだよね、うん、やはり私が助けないとダメだな。そうなんだよね、助けてほしいなと思ってる、うん、でもちょっとさっきのポキュン1回で満足しちゃってる私がちょっとこのえ、じゃあ先読みにしたらなんかモード変えたら当たるとか。どうしようかな、先読みこうにしてみよう。じゃあでももう1回ポキュン聞きたいってなっちゃうんだよね。なっちゃうのよ。先読みだったらポキュンはしなくなっちゃうの。しなくなる。だから、うん、ポキュンだけ聞いた瞬間に変える人もいる。え、どういうこと。ポキュンってなったタイミングで、うん、プレミアムに変えて、うん、その完全告知とかを待つみたいな、有効。いや、やってる人多いよ多分。あ、そうなんだ。もう今回の逆にその本当何も起きずに終わったとしても、うん、サムネ用の写真まずやりきった顔出してやろうかな逆にねやったよ、ある種、うん、裏ミッション達成もうニコリもこうごめんって顔も絶対しない。本当当たりはまだありました、過去あるよ。あ、で初回の初回のほら39回当てろ、私あれはあれだけ頑張ってもう忘れてるでしょ、遠い昔すぎて。あ、忘れてた。あのゲンさん打った回、
忘れた、今思い出した。本当の第1回じゃない、第1回、第1回、うん、本当に。まあミッションは達成できませんでしょ、もちろん。あ、じゃあまあそうそう、じゃあダメじゃん。でも、でも、いだって私結構助けたけど、じゃあダメじゃん。なんか、うん、あの遠い昔のこと。他にございました？ここはあの刑事で1回も当たりなしのユニコーンも当たりなしで、うん、当たりなしで終わった回がありまして、あ、はい、あ、エヴァはでも当ててたか。あ、エヴァは当ててたけど、あ、でもまあそんなに目立つようなあの凡人普通。あ、はいはい、あ、5回ぐらい出てるよね。そうだっけ、あれ3、4、5。いいよいいよ、6回目ですね今日で。そう、今じゃあ5-0です。でも大事だよ、私みたいな存在も時にはそうだね。だってミーヤン出てないのにコメント欄には登場してるからね、ちょいちょい。ああ、ほんとね。諦めないことは得意なんだけどな。まあそうね、そろそろ当たっていいと思うかな。40%だよ。そうね、しかもうん、分母的にもどっちかそろそろ当たってよいって、それもね多分ゆずきーに、あー、横の人に取られるんだよ。いいのよ、言い直した意味言い直した意味。でもリゼロ人気が衰えないからな、本当に。いや、そうなんだよ、まあ、もろもろありましてね、台数も増えてますから、うん、ね、これからよ、みんな打ってこう、リゼロ。そうね、当たったらどうしよう、このまま。それはそれでいいと思うこんなのないな、海物語ぐらいですか。あー、そうよね、ピタッて止まってくれるのは。最近ちょっとおきゅうび5熱がさ、上がってきてさ、やっぱ面白いね、面白い、おきゅうび面白い。結局こう、いろいろわーって面白いのはあるけど、うん、たまにまた海に帰ると面白いなと。みんな呼吸にならないな。ちょっと男の話もらっていいですか。男の話か、すいませんけど。男、あ、私さ、うん、あ、でも私だけじゃないと思うんだけど、ある、あの、なんだろう、フェイトアウェイみたいな、え、なんてフェイドアウェイみたいなやつ。フェイドアウェイ、うん、なんていうの、自然消滅系っていうの、なんか気がついたら終わってた。あー、ある、全然ある、あるじゃん、うん、でそれを思い返してみたら、うん、私も結構あって、うんうんうん、別れましょうってちゃんと言ってないわけじゃん。あ、じゃあ付き合ってんじゃない。だからそう、相手の中で現在進行形の人何人かいるかもしれないあ、それで言ったらあの人まだ付き合ってるかなあ、それで言ったらあれじゃん、浮気いや、もう不倫なのよ不倫不倫なのよ、もうじゃん、うん、じゃんとこの間ね、ふと、うん、なんか思い返してみたら、あ、そういえばあの時のあの人別れようって言ってないよと思ってってことは結構、あれ、13年ぐらい付き合ってる人がいる絶対結婚してると思う向こうも忘れてるわって、うん、絶対結婚してる向こう。3枚なくなったよでも私ももうすぐ3枚なくなるお、なくなったお、なくなったお、はい、あれ、これ4枚目一緒だもんね、4枚目、はよ、ママリゼロ打つならこれぐらいは受ける。すげえ、もうリゼロ、何そんな仙人みたいになってんじゃん。リゼロ打つんだったらこれぐらいじゃまだまだじゃん。こんなんでひよってるようじゃまだまだじゃん。そうだよそりゃそうまあそうだよね、入っただけで3000出んだよ。確かに何のリスクも背負わず簡単に出そうって思ってた私がちょっと愚か者でした。そうです、うん、改めてください。はい改めます。あ、いろいろ今日はありがとう、なんか心の中ちょっと整理できたから。ああ、よかったよかった、うん、ちょっといろいろやっぱ舐めてたし奢ってた。ああ、ね、よくないよそういうの。よくない、うん、で、あ、え、もう530まで、全然そんな意識がなかった。そうよ、ほんと
あ、まあだからそんだけノンストレスってだけは。そうよ、うん、そういうこと。いやほら、脂肪燃焼してくれる。燃やそう。たまには燃やした方がいいよね。はい、食べ過ぎだから。うわ、久々飲んだ。にげー。あー、美味しい。うー、にげー。これが苦い。あんた、どんだけさ、野菜とかで苦いもの食べてんのよ。こんな苦くないよ、野菜なんて。いや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 、どんな野菜食ってんのよ、むしろ。お野菜はね、甘いんですよ。いや、そうじゃない。いや、農業体験してほしいわ、こういう野菜食べない人。あは、ほんとに。はい、でおかげさまで唯一だから、納豆とかぼちゃが食べれることだけをすごくいつも驚いたの。あ、納豆とか、それ割れたらいいよ、割れたら、割れたらっていうか、もうもう割れるでしょ。もう行ったらいいよ、行ったら割れるでしょ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。5割は超えます。ありがとうございます。健康いいよ、あるよ。601、いや、5ですね。すいませんけど、GO びっくりバッグです。601ではないです。びっくりしちゃった、今。素人女楽しいよ。GO なんだ。GO ですね。すいませんけど。あ、大竹健さん、大変申し訳ございませんでした。あ、まあ、まだ設定のヒュー。緑がいいよ、緑スタートで。さあ。最初は緑。あれ、あ、多すぎ。白とかで。鬼がかりでどのタイミングで来るの？どのタイミングでも来る？最初ってか、あの分岐のところで、うん、ガシャーンってなって、ワシャーってなる。ワシャーってなる。ガシャーンってワシャーってなる。でもさ、これさ、今さ、だから収録中じゃん、うん、収録中だから、で、2人で打ってるから、うん、ふわーってできるじゃん、うん、ふわーってできるけど、これみんな1人で打ってカメラもなく、うん、黙々と打ってるわけじゃん。そうだよ。あの先っぱれが来てもこう、なんか冷静をこう、そうだよ、装ってふんってやるわけでしょ。そうって思うとすごいね、面白いね。でもやっぱ出ちゃう人もいるけどね、漏れちゃうって、うん、隣でリング打ってたお兄さんが、うん、パーンってなってうわーって言ってた。かわいい。あるあるある。しかもさ、タイミングずらしてくるじゃん、うん、藤昌司さんって、うん、あれだなって。やる。ありがとうございます。いや、私もダイトさん好きよ。もちろんダイトさんも、もちろん大好きですよ。そんな言うとりますけども。言うとりますけども。なんちゅうしただがな。言うとりますけども。あ、何その本の保留、すごい。何が出るかな。本からなんか出てくるってこと。そう。新書庫42%。大チャンス。あ、いいよ。あ、大チャンス。今のところ、ある。さん、あ、あ、これ何、鬼がかり、鬼やつから保留。あ、鬼やつから、もう当たりました、ありがとうございます、大丈夫でしょう、さすがに鬼やつ柄なんて。98%。あ、軍出てる。いや、もう完璧じゃん。621回。まあ、激アツジャッジってやつを見せてやろう。ブーンってこれです。うーん。すげえ予言者。これが7割超えます。あ、私と途中まで演出一緒だったけど、そうなの、これだけ。そうそう、これあるだけで全然違います。はい、逆転。いやー、長かった。やっとですよ。すごー、やっとですよ。よかった、やれおる。しかも当たり方見せてもらえた。
こうやるんです。で問題はここから。あ、私そんな呼吸そんな続くことあるね。いや今度こそ本物だ。超えろ。あ、まだわかんない、まだわかんない。一応ね。あ、また紫だ。まあまあまあ、まあ、チャンス。まあ、なくはない、うん、なくはないよ、落ち込むなよ。すげー、すげー余裕そうじゃん。はい、これボタンが赤だったらあります。通常だったらもうやばい。ねえ、ドキドキするね。赤ボタンください、お願いします。緑スタート、お願い。あー、通常。わあ、緑緑、赤以上にはなる。緑。あ、そうマジか、通常だった。いや頼むよ、そっち。いや、ほんとなるほどな。ダメなのね。ダメなんだ。え、ポキュン次じゃなかった？もう一回楽しいみたいな。はい、私ですよ。あ、右のおじいちゃんが私ですよ。私ですよ。どちらを見てるのかな。私ですよ。右が聞こえ、あ、イヤホンしてるから。さあ、あっち向いてるからあれっつって。いや、右から帰った。あー、硬い。はい、なかなかシビアだね。うん、とりあえず金シャコ行っとけば一緒みたいな。あ、また私です。え、あ、そう、だからこれね、イヤホンが右に音拾ってた。私です。マジか。はい、また私です。いや、でもいい、ウズキ当ててくれるだけで私はいいんだから。全然、なんで。え、なんで乗りたかんの。乗りって何。あ、クーリングオフしてるんで私。いや、分資金も出た分もクーリングオフしてるって契約不成立です。うん、いや、証拠残ってる。カメラクーリングオフしてるんで。でもいいな、ポキュポキュ、大チャンス、ポキュポキュ。あー、大チャンスだ。65%。いいよ、鬼厚柄で。あ、緑のままだったら逆に厚いまであるよ。およ、え、緑のままだったらマジで当たるよ。マジで、うん、でも赤文字だし変わるんだろうな。これ飛んでくるんだろうか、ピューって。あ、やっぱ後半も変わるんだ。うん、変わる変わる。あ、降りわかった。ええ、ある。あ、あります。これが鬼がかりです。きれい。やっとお見せできましたけど。え、待って、緑のままじゃん。私が横にいるおかげでね。ね、そうだね。そうだね。怖い。イエー、怖い。怖い。やった、上手。11回、持ち玉です。すごい、そりゃそう、そりゃそう。いや、次もう55。そうだよね、順番で言ったらね。うん、うん、まあでも結果、その鬼がかり見れたよ。そうです、嬉しいよ。私のために大事な演出見せてもらった。なんで、うん、なんで。まだわかんない、まだわかんない。私これだけは成功覚えたくなくてさ。うん、あー。なるほど、覚えてないんだよね。それつながってると楽しい。そう、でこれで3000でしょ。あと10、うん、これをあと10回、あと10回ちょい。10回ちょい。
この2回当てるまでにこんなに時間使ってるんですそう。いや、サボタンを出せば、うん、もう3000人当てて頼む、お願いします、お願いします、サボタン、はい、お願い、だー、あー、え、赤じゃないとほぼほぼダメなの、ほぼほぼ、うん、上がるときはだいたい赤が出てくる、マジか、すげー一気だね、いやー、マジか、あれ、今私秋晴れ2回来た、3回覚えてないや3回3回3回経験したってことは次の秋晴れかどういう計算どういう計算でしょ、40%だから4回40%だから4回60%を今3回引いてるから6、3、18、何の計算してたの知らんかえ、ちょいうちらも思ってた今、うん、みんな思ってたよ、何の計算してたの何の計算してたの本人も思ってたのびっくりなんだけどちなみに次4回目で、うん、もし当てたとしても、うん、25% なんだよね。え、でもゆずきは今もう何分の何になったのか忘れたすごいごめんごめんね、めちゃくちゃバイクに向かって息めっちゃ吹きかけてボンフーってしてあれ、私よりめちゃくちゃ気にしないし全然気にしてない忘れた気にしたことないあれそんなね、先バレ5つ外したとき気にしてたらダメよおかしいな、あ、そうか、はい、先輩ダメダメ、はい、あ、白芸がいる、でも先バレなんだよな、先バレしてねえな、そんな煽りが来て白芸なの、そう、でもここでまたもう1回来るか来ないかで、あその演出成功で白芸に行く、うん、で、そうで白芸行って、そこで当たれば3000ラッシュ、そう3000ラッシュか、あーいいな、それ超完璧じゃん、原作知らないからさ、うん、なこの人たちはクジラを狩る人たちだと思ってたよ、うん、クジラ、あ、え、そんな野蛮な人たちじゃない、クジラを狩る人たちクジラが敵で、うん、クジラをやっつけるアニメなんだと思った、あ、最終的にね、そうそうそう、はあ、はあ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 、しょっちゅうクジラに襲われて、あ、そうだね、なんかスロットのパチンコもさ、うんうん、クジラ結構押すじゃん、そうだね、そうだからクジラがメインなんだな、いや、そういうわけではないで、でもそう思われても仕方ないかもね、まあ、もちろんクジラをそう倒さなくちゃいけない場面もあるけど、それがメインっていうわけではないんですか、ない、あ、そうないけど、まあ、でも一番盛り上がった話って話なのかな、急に来たの、急に来た、急にヤッホーみたいななんかね、これややこしいんだよね、ほんとこれ説明すんの、そんなタレたのよ、私もでも途中から見なくなったんだよな、ちょっとスバル君病んじゃって、え、なんか病んじゃってっていうか、結局ほら、なんつうんだろう、何回も死んで繰り返してって、あー、死に戻る、そう、やってるから、なんか本当だから、あ、でも RPG っぽい、ああいうシステムだよね、なんかセーブポイントが勝手に決められてるあー、なるほどなるほどで、死んだらやり直しみたいな、はいはいはい、なんか、うん、上手だなと思ったんだけど、で、周りは記憶がないから、前の時に、で、なんかスバル君どんどんなんか、えーってなっちゃって、エメリアタに八つ当たりしてから、まあ、やだ、うん、こんなスバル君やだと思って、あんま見なくなっちゃったけど、意外と重い話なんだね、結構、うんうん、重いし複雑、始まりはすごいラフだけどね、あの、あれ、ほら、コンビニで買い物して、お、今度こそ、芋、あ、芋、芋芋なんか保留が違うだけでもちょっと嬉しい赤まで多い、
紫、あ、紫、なんで一緒に喜んだんだろう。紫がまあ一番弱大チャンスかしら。喋った。あ、本当？うん、大チャンスかしら。かしらか。あ、こっちパターンなのね。はい、色が大事です。色、はい。緑、緑止まりだったら当たりです。紫 52%、 赤 66%、 私に任せて。あ、赤いった。赤、さい悪の事態は免れました。 66% います。最悪なんですね。最悪、あの紫っていう紫恐ろしいやつ恐ろしいのがありました。ペテルギウスがいいんじゃないの。緑、ここよ、ここよ、ね、指先にバイブを感じて。感じなかった。あー、でもまあ赤か。感じなかった一切何も。あらだ、あー、あー静かだよ。なんだよ、なんだよ、なんだよ。そうなりますか。そうなるの。700超えますね。なんですか。先バレ入れてるんですけども、バレバレください。チャンスです。藤さん、でもバレてない。バレてない、うん、バレてない。なんかバレてない時のどんな気持ちで見守るの。バレてないもんな。そうないだろうな。違う、打ってたらなっちゃった。演出チーム、いや、まあ、そらそうだよね。そうそうそう、なるんだけど、びっくりした、後バレかと思って、ね、この次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 がバレてます。先に入れよう。あ、なってる。あ、格ゲーじゃん。格ゲーでしょ。格ゲーです。わお、これナルトチャンスアップなんだ。ならないんだよ普通音楽、うん、あ、でもこれチャレンジ成功の煽りかな。スロットだったらチャレンジ成功っていうか、うん、白芸出てくるよっていう演出だけど。いきます。やだ、ちょっと待って。お願いします。ついにラッシュかもしれない。まあ、私の今日の運気全部持ってっていいから。え、当てて。うん、そっちに、そっちに全部る、全部ってから、きっと。さあ、誰。あー、弱いです。いないです。弱いパターンだな。フェルム、あ、でもフェルムおじいちゃん、いいよ。 58% 今のところ。追撃で当たり。なあ、見たことない。ドキドキする。マジで。なあ、スーパルー。いやー、レムちゃん。いやー、ないかな。58%はあるけど。頼む。お願いします。お、ありがとう。やったー。私も一緒に押したから、横で。あ、そうなの。あ、押してくれた。うん、押した。ラッシュです。うん、しかも3000。やったぜ。ふう、来たか。やったー。すごく申し訳ないんだけど、あの玉貸し押しちゃった。35,000円投資になっちゃった。ごめんなさい。いいよ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 。はぁ、疲れた。今もう私全集中、マジで。私の運気を全部そちらに。こっからじゃあ3000、33,333出せばいいのね。うん、あ、だからミッションクリアしていただけたら全然プラスで帰れます。私はあの本当に
のゆずきの家のに頭あの足向けて寝れないですけど。なるほどね。家の方角をちょっと聞いとかないと。なるほど、ね。だから足向いてる。割と近いからね。と近いからね。私は80代までは、はい、特に何も考えず行きます。あ、そうなの。はい、いろいろ考えた結果、80まではね、無心で、うん、そんな気負いせず、軽い気持ちで、うん、で、こっからが本番ですよと一旦話します。はい、でね、払い出し忙しいと思うんで、払い出しを一旦止めます。はいはい、このレムがね、うん、カクカクしてるでしょ。ハオ、うんうんうん、ハオってしてるでしょ。してるしてる。この上に上向いた瞬間に、あ、そういうこと。はい、めちゃくちゃそういうとここだわるよね。そう、はい、当たり。あーっと、いいえ、いい音、うまい。これで1500。休め方もうまいな。当ててね。うん、当たりなしだけは本当にすごく仲間意識持ってたんだけどさ、700ハマりで先に当てられてしまった。そうだね、一人ぼっちだよ。一人ぼっちだ。私だけじゃん、当たってないの。そうだよ、気づいた。やっと気づいたよ。あなただけだよ。なんでかしら、なんでかしらね。なんだろうね。はい、当たり。早っ。ズバッていけば3000なんだけど、いかないで1500。いいでしょう。これでもう6000です。あと1杯。それをいっぱい。そう、これをいっぱい。まあまあ、ここはね、やるの。うわー、やるか、やったぞ。あー、いった、3000。これで9000でーす。しょりもう大好き。ありがとう。一生ついてく。よかった。置いてかないでね、だから。一生ついてくから。はい、はい、はい、はい。もう私かと思った。なんで、やっぱすごいな、うまいな。しゃーなしでゲストを、まあね、おもてなしというか、しゃーなしで。いや、違う違う違う、しゃーなしよ。いや、むしろ私が上げに来たんだよ。しゃーなしよ、しゃーなし。はいはいはい、話しました。おお、まあね、払い出しがね、忙しいと思いますので、ね、そうだよ、3000の後だもん。そう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 、ちょっとこれでもあのこれあの後ろのさ、レムちゃんがいないからさ、打ち出しは難しいのよ、これ。あの、カクカクしてない。そう、そうなの。何で行こうかな。何で行こう。何で行こうかな。何で行こうかな。難しいな。何に悩んでるのかさっぱりわかんないわ。何で行こうの。何に悩んで。何で行こうから。何をきっかけに行こうから。音チャレンジ。よし、じゃあ。今ないよ。完全に私の力だけで行こう。今。不安です。とても不安です。あ、よっしゃ、あれ。音が鳴った。よっしゃ、そんで。マジで？あの、変えた。どうしたらそんなに出せませんかね。え？どうしたらそんなに出せませんかね。愛ですかね。やっぱ先割りに戻しますと。いけるかな、3万。いや、なんかいけそうな気がしてきた。待って待って待って、分かった。申し訳ないから、ちょっと私だって頑張って1万発は出すよ。出す努力はする。うん、だからあと1万発頑張って。分かった。まず当たるか。あれさ、スタート地点立たせてもらってないです。当ててもろて。私3回当てただよね。いや、ほんとすごいと思う。びっくりする。
くぅ、しびれるぜ。あと20、まだ舞える。いや自分だけどね普通に自分だけどね1万3500しか出なかった。しかしょぼん。隣の人見てみなさいよ、ほらまだゼロ807回。震える。1500すらも取れてない人間が横にいるよ。こーわ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終了でございます。はい、あっという間だったね。うん、疲れた。どう。いや、なんか仕事した感ある。あ、すっげーある、すっげーある、すっげーある。なぜならば、今日私喋、りに来たからゆずっきーと喋りに来たからさ、まあ、確かに喋る番組ではある。めちゃくちゃ、多分何喋ったかもう覚えてないんだけど、とりあえずめちゃくちゃ喋ったと思う。でも喋ってくれたおかげで私の方になぜか先バレがいっぱい来た。なんかめちゃくちゃね、なんだろう、あれみたいな、自分の遮るかのように。本当に、かといってその変、なんか変な男の話使われちゃうじゃん、ちょっと前の部分。そうそうそう、なんかね切りづらいところでなるから ね、 なるね。よくあるけどさ。そうそうなんですよ、でも、そうだね、はい、まあ、得意機種行こうと思ったけどさ、私ビジュアル打ちたかったんだよ、打ってみたかったんだよ。まあ、結果的に私の得意機種に行ってしまったっていうことで。でもその通りだよね。はい、33,333 弾を目指しておりましたが、2人のトータル、2人のトータル 16,500。まあ言ったら2人のトータルというか、ほぼほぼゆずっきーの、まあ、ほぼほぼというか私のあ、バレた、すべ、はい、て私の、はい、目玉なんですけども。そうっすね、すいません、すいません。いいのよ、いいのよ、いいのよ、あれ1500、あ、そうだね、そう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 、半分は行ってたかなみたいなところは、収支的には7万5000円使って1万1000玉ぐらいかな、交換しましたんで半分返ってきてるけど、ありがとうございます。いいのよ、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 いいのよ。マジで今夜から足向けて寝ません。ちょっと家の方角教えて。あったんだけどな。あと、なんか楽しみにした皆様、本当に申し訳ございませんでした。本当に本当に申し訳ございませんでした。だけど、あ、いや、申し訳ございませんでした。え、なになに、だけど、だけど、でも、私を呼んだ企画家がやっぱりそういう、まあ、絶対意図あったから、あ、止めろって、まあ、裏ミッションは達成よ、だから止めてこい。やだよ、スパイなん。スパイっていうことにして、今日は、今回は本当にお願い、なるほど、なるほど、裏側からのスパイってことにしてください、はいはい、でも本当すいませんでした。欲しかったですよね、もう本当。いや本当よ、本当、なので今日はミッション達成とならず、なので、はい、T シャツが3枚 T シャツ3枚とタオル、トートバッグが9枚、はある。あれでも十分じゃないですか。いや、これは絶対あるのよ。いや、ほんと十分じゃないですか。これは絶対あるのよ。いやいやいや、いや十分っすよ。これは絶対、まだ欲しがる。いや、もう十分ね、ね、十分。いや、あ、はい、まあ、欲しいよって方は概要欄からね、応募していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。で、次回からはまたリニューアルなので、はい、まあ、呼ばれるかちょっとわかんないんですけども、呼ばれなかったらもう無言で察するわ。そういうこと。今回はそういう止める側いらない、ストッパーいらない感じ、ガチな感じ。え、だから来月、次回分からどうなるか私もわかんない。あ、まずね。とりあえずは新しくなると。そう、なのでまたそちらもね、期待して楽しみにしていただければと思います。プラスまた私が現れることもぜひとも期待しててくれたら、そうですね、ね、こそっと、そうですね、はい、お願いします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。